こんにちは。栃木 SC 背番号2番伊藤隆二です。背番号35番池谷亮也です。皆さんが宇都宮に来てくれる日に向けて栃木 SC のホームタウン宇都宮市の魅力をお伝えします。今日は栃木 SC のホーム栃木県グリーンスタジアムのスタジアムグルメをご紹介します。ここは、ゲート入場前のファンエリアと呼んでいる場所です。僕たちのスタジアムグルメはマスコットのトッキーの名前を取ってビストロトッキーとして展開しています。それではじゃあ行きますか。行きましょう。こうやってねビストロトッキーって旗もねいいですね。栃木のイエローカラーでね。なるほど、ありますね。うん、広島屋さん、ちょっと行ってみますか。行きましょう。うまそうだな。いする、もう匂いがね、いいですね。匂いでもう、うわ、匂いでもうすごい。うわー、もう湯気が立ち上っている。ありがとうございます。これラフテーマン、ね、ラフテーマン、ラフテーマン、はい、自分沖縄に2年半住んでたんですよ。あ、そうなんですね、はい、すごい。なるほど。現地の言葉ではラフティっていう、そうそう、本当はラフティですよね。ラフティ、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 ちょっとなまった、はい、え、これはもうもう、もう一個あるぞ。あ、もう一個ある。僕のラフティが、はい、僕のラフティ、それと今おそば、はい、僕のラフティってもう一回言って。僕のラフティ、ちょっと違う、ラフティ、ラフティ。今年はコロナ対策のため座席での飲食をお願いしているんですが、せっかくなので僕たちはここで食事をしていきたいと思います。出来たての方が美味しいですからね。はい、じゃあ早速いただいていきましょうか。いただきましょう。何をニヤニヤしてるんですか。いや、ちょっと落とされましたけど。何をニヤニヤしてるんですか。もうじゃあいただきますか。じゃあリュウさん、どれいきますか。じゃあこれからいただきます。私はラフティーですね。はい、ラフティーから。ではいいですか。じゃあいただきます。ん、柔らか。これ歯がいらないですね。歯がいらない。あー、しっかり味も染み込んだのかな。いっぱいいっぱい煮込んだのかな。おいしい。うん、もう一回いっちゃおう。リュウジさん、リュウジさんの後はちょっとあれなんですけど、はい、なんであれなんで。ちょっとハードル高いんですけど、くぐっちゃう、くぐっちゃうじゃん。じゃあ下くぐらせてソーキそばいただきます。熱いからね、気をつけて。どう。めっちゃうまいっす。いえ、全然うまい感じ伝わんないけど。張って張って麺に、うん、このスープが絡んでて、うん、絡んでんだ。硬さもちょうどよくて、ああ腰って言って硬さじゃなくてね。美味しいです。美味しい、はい、俺に言わないでよ。美味しい、伝えて伝えて、うん、みんなに。柔らかいです。柔らかいです。こっちもいっぱい煮込んだのかな。うん、染みてる、染みてる、染みてて柔らかい。あー、いいな。こちらはタコライスですね。じゃあ行きます。いただきます。しっかりこうね、いただきます。あ、美味しそう。うんまっ。うまっ。どんな感じですか。え、どんな感じですか。いや、もうなんかこれひき肉ね、これひき肉しっかり、これも煮込んだのかな。いっぱい柔らかくなってて、でキャベツとトマトと、でこれちょっとソースがかかって辛みのある混ざって、これがうわうまいです。もう言葉はいらない、食べに来てくださいって感じで。池谷君、はい、ここはスポーツカフェ92さんですね。これこれこれですよね、今回食べるのは。これそうですね、これトッキーの。あ、先に言っちゃったら大丈夫かな。これトッキーのやつじゃない。トッキーの、ほら、もう耳あって、チョンあって、耳あって、うん、いいですね。隠れトッキー。え、何、隠れトッキーみたいな。隠れトッキーみたいですよ。これチーズでかたどりしたんですか。
すごい。チーズ大好きです。すいません。はい。いやーすごいサービスだ。皆さんサービスですよ。ありがとうございます。はい。いやーだすいません。おいこなチーズです。一言言えばおいこなチーズがいただきます。ありがとうございます。じゃあ早速食べてみます。いただきます。じゃあ池宮君。はい。早速いただいてみますか。いただきましょう。あれ？やっぱりトッキーじゃないですかこれ本当に。本当にトッキーだよ。かわいい。かわいいですよね。かわいい。じゃああったかいうちに食べますか。ってかな。いただきます私から。ちょうどいい硬さで、あのミートソースが濃いです。もうまんべんなく口の中に広がりますね。本当に。もうまんべんない。もうまんべんがない。まんべんがない。まんべんがない。じゃあ僕はトッキーと一緒に食べたいと思います。はい、さっき食べたくないとか言ってたら、もうあ、ぐそいっちゃってんじゃんか。あ、終わった終わったよ。まあ、そういう運命だったということで、ね、一緒にじゃあトッキーも吸収してね。トッキーもいただきます。どうよ、濃くない？吸いだ瞬間濃いっしょ。濃いです。濃いでしょ。本当に濃いの、そのトーン。濃くない？濃くて、でも今トッキーと一緒に食べたら、トッキーがまろやかにしてくれるんで、ね、すごいじゃんトッキー。いや、ここにもね、みんな選手たちがいますね。いるわけですよ。あれ、池宮くんじゃないですか。これ、僕ですね。なんか全然雰囲気違うけど。赤抜けちゃったのかな、パーマ当てて。いや、ね、これはちょっとまだ全然。あ、最近大活躍の黒崎選手ですね。地元出身の大スターですよ。岡本のヒーロー。あ、大活躍の秋元くんですね。秋。あ、いい顔してますね。いい顔してるな。菅さん。菅さん。そしていた、ドン。顔パンパンです。伊藤が一番変わってます。まあでも周平の隣にいるからあんま顔のパンパンさがバレないかな。おそんなこんなで、あれ、ここは唐揚げのカズちゃん家じゃないですか。美味しそうですね。いや、え、こんなに、え、本当ですかこれ。いやいやいや、蓋閉まってないですよこれ。嘘でしょ。じゃあ池宮君、はい、早速いただきますか。いただきましょう。揚げ物の定番といえば唐揚げ。そうです。じゃあね、マスクの方しっかりね。さっきからずっと俺だったからさ、ちょっと一発目先にいただきます。どうどうどう、熱いかな。ハフハフしちゃってるかな。熱くてまだ食べれないのかな。じゃあ俺も行っちゃおうかな。じゃあいただきます。外がサクサクなのに中がふんわり。一個一個が大きいのにお肉自体にしっかり味が染み込んでますね。5時間ぐらい漬けたのかなこれ、揚げる前にね。まだ食べれないよ。あ、ちょっとタレ、これタレもついてるんですよ。タレもしっかり、これ動きにください。やっぱりサクサクだ。外サクサクなのに中ふんわり、もうすごい、うん、これ絶対にお子さん喜ぶ。これお子さんが絶対好きな味ですね、うん、絶対お子さん喜ぶ。まだ食べれない。学習してる。本当に。そして今日は出店していないのですが、ビストロトッキー名物が卵屋てっちゃんの卵焼きです。こちらは毎年サポーターからの投票で決めているグリスタグルメグランプリで2連覇しているお店です。綺麗な黄色、これ栃木市からですね。卵焼き史上一番うまいです。ぜひ皆さんに食べてほしいです。いや、池根君、はい、非常に美味しかったね。いや、本当にどれも美味しくて、ね、全部美味しい。しかも、うん、今食べてきた、うん、ここだけじゃなくて、うん、ゲート入った先にも、うん、まだまだお店があるみたいなんで。まだまだ楽しめる。みんな帰る時5キロぐらい太っちゃうじゃん。全部食べて美味しくて、うん、食べ過ぎですけどね、それ。でね、今ね、コロナの影響でアルコール飲めなかったんですけど、はい、アルコールも解禁されたということで、それはもうお酒に合う、もうね、食べ物がいっぱいありますから、それを食べて飲みながら試合を見るっていうのも、ぜひ皆さん来てください、はい、お願いします。
今日は栃木 AC のスタジアムグルメビストロトッキーをご紹介しました。次回は誰がどこに行くか楽しみに。では皆さん、スタジアムで会える日を楽しみにしています。まもなく試合が始まります。行くぞ。キープムービングフォワード。